ソンポホールディングスは8月28日、ビッグモーター、泉真二社長、東京都港区との関係などについての社外調査委員会の中間報告の結果を、9月末までに記者会見して報告すると発表した。会見には、損保ホールディングスのグループ CEO 取締役代表執行役の桜田健吾会長、損保ジャパンの白川義一社長が行う予定という。 社外調査委員会の最終の調査結果やその確定の時期については時間がかかり、現時点では未定としている。以下はネチズンのコメントをまとめたものです。社外調査委員会の中間報告という意味で時間がかかるのは、外部人材による対応だからという点で理解できますが、その情報を本日出した場合、 会社としては来月末までに記者会見を行わないという対応の時間軸が、外部からは理解を得にくいように思います。危機管理上のセオリーとしては、現段階で把握できている情報ベースでまずは社内人材で早期対応しておいた方が、ステークホルダーの皆さんの信頼を得る上で良いように思います。 社内対応の現時点で把握している記者会見と社外委員会による調査結果を踏まえた記者会見は分けた方が良いのではないでしょうか9月末って呆きれますね一体どれだけ自己保身が強い業界なのか理解に苦しみます自社株ばかりを気にして顧客には気を使わないわけで時間稼ぎの末の犯人作りと協力弁護士からのレクチャーの繰り返しを行うのでしょう 昭和や平成と違いかなりの情報社会です。下手にトカゲのしっぽ切りなんかをすると取り返しのつかない結果を招くことにもつながりますよ一日でも早く途中経過だけだったとしても会見を開くべきです会見において自分らの立場を守るために無難に乗り切る対策と想定問答を作成する時間が必要なのだろう 金と数字が取れればモラルや違法性など二の次で捕まったら運が悪かっただけという発想は前からあったがそこに極度の保身と自己反省の欠如が加わり救いようのない社会が出来上がったように感じるすべての人にその傾向はあるが地位と権力が高くなるにつれてその度合いも高くなるように思う。 今回の BM 社案件で必要なのは迅速な対応と正直な謝罪、食材と思うが、過去の不祥事同様、大元が罪に問われることなく臭いものに蓋をして終わりにしようとしているように見える。状況からビッグモーターと結託して共に利益を上げていた。その金はすべて顧客から奪ったものだ。とんでもなく大きな詐欺事件です。 我々にできることはとにかくこの2社を利用しないことお金が入らなくなれば会社は成り立ちません徹底的に利用しない法的なことももちろんですが使わない利用しないこれが一番効く制裁ですブラック企業にはお金を落とさない皆さん徹底しましょう 日本の特に利害相反関係にある先に行われていること普通に考えておかしいが不可解なことに日本の大人のきっかいな理屈によるとそれはとても自然なことだそうだ世界でけうな大人世界天下りもこの派生的なもので利害相反または独立関係にあるべき組織間で人が交流する これで社内外の情報管理やコンプライアンス倫理管理がどうやって抜け穴なくできるのか教えてほしい。日本社会は古い、体質を変える動力が弱いだけでなくすでに出来上がったきっかいな仕組みが自らをきっかいと思わっていないし、それが大人という言い方をすることが正しい流儀とされている。 世界の成長や変化に追いつかず新陳代謝が進まないのは政府がどうののレベルではなく社会全体が自分の姿を見ていないから修正できるわけがないそれだけの時間を要する分その結果報告が楽しみですどこの保険会社を選択するかは個人の自由でどこの会社が真っ当な経営をしているのかは分かりませんが この会社からは乗り換えを検討すべきだと感じます。あくまでも現時点での個人的な印象ですが、ビッグモーター社よりも罪深いと感じています。こういった会社には処分がないのかな。処分をすることによって、ビッグモーターみたいな会社は減ると思います。保険会社が怪しいと思ったら徹底的に調査すべきです。処分がなければ、 また同じことが繰り返されます言い訳とつじつま合わせに時間を要したのでしょう大手損保は過去にも保険金不払い問題や最近ではカルテル問題もあったが再発防止策を講じて終了としているように見える契約者の保険料を預かる職種なのだから厳正な処分を求めます毎年のように保険料金が上がっているのは 保険会社が保険金をビッグモーターのような不正請求にも目をつぶって大盤振る舞いする一方で、保険契約獲得を優先したからだ。このような不正行為を黙認するような金融機関は速やかにつぶす必要がある。金融庁は1年間程度長期間の営業停止、新規募集停止、措置を課すべきだ。 そうすれば自動車保険も必ず更新期間に引っかかるので他の損保会社に乗り換えざるを得なくなる経営には大打撃だがそれに値する不正行為をしたのだビッグモーターは数多くの損保会社の中から顧客を大手三社のみ締結するようにして大手三社はビッグモーターの顧客を得ることができる保険に入っていればわかるが 保険は保険であって、圧倒的多数の自動車ユーザーは保険を使うことよりも支払っている保険料の方が多い。ビッグモーターでの車検や修理で不正に上乗せされたぐらいビッグモーターを代理店として大手さんじゃそれぞれに加入したユーザーの保険料に比べれば大した額じゃないんだろう。出向者がいたことから保険会社が知らないわけはない。 事故を起こして保険を使ったのであれば等級や年数の係数に関係があるし保険会社から通知が来るのでユーザーが気づくはずユーザーが知らないのならビッグモーターが課していたノルマについて保険会社としてはリベートキックバックの一環でユーザーには知らせずに内々に処理してたのではないかと思うそうであれば保険会社は営業停止か廃業に追い込むべき 損害保険ジャパンの白川義一社長は、週刊ダイヤモンド7月15日号で、ビッグモーターとの保険金不正請求については、問題となった部署には出向者はいません。そこは社内でも調査して、直接的には知り得なかったと分かっています。とインタビュー記事が掲載されている。 金融庁はそのあたりのいきさつをしっかり調査していただきたいし、損害保険大手としてのガバナンス、コンプライアンスなど大丈夫かな。自分の車の車検証とかを見てみたら自賠責が損保ジャパンだったので。 別の保険会社、今回の一連の報道で名前が出てこなかった会社で既存の自賠責よりも満了日が後の自賠責を契約して、その後に損保ジャパンの自賠責を解約しました。これをしたからといって、損保ジャパンにとっては大した金額のダメージではないと思いますが、自分のお金が1円でもこの会社に行くのは面白くないので、二社の保険会社に行かないといけないので、 確かに面倒だし、誰にでもお勧めできる方法ではないですが、社外調査委員会より前に、社内の内部統制制度、コンプライアンスおよびガバナンスに基づき経営判断および監査結果について報告するのが上場企業の社会的な責任である。何か不祥事が発生すると、改めて第三者委員会等の社外委員会の調査と判断を求めるのは極めて遺憾である。 経営判断の重要性の尊重は、経営者による内部統制制度が適正および適法に運用されている前提である。法の精神を理解し、執行できない経営者は、すでに法律違反を犯しているのも同然である。監督官庁の金融庁は、毅然とした態度で法の遵守をすべきである。 ソンポジャパンからのビッグモーターへの出向社員が三大自動車保険の中で一番多い、また簡易審査の名のもとに保険金支払いは請求通りフリーパスと判明して、私は私の契約代理店に三大自動車保険と関係のない AIG に切り替えました。途中解約で2万数千円戻ってきました。 ソンポジャパンはビッグモーターの請求をフリーパスで支払ってもそれで収益が圧迫されると金融庁に保険料の値上げを申請すれば済む一般契約書から巻き上げれば済むことそんな考えビッグモーターの上を行く強欲企業それが損保ジャパンだ 午後9時の NHK テレビニュースでは、ビッグモーターで工場長から保険の不正利用の疑いがあったと報告を受けた際に、損保ジャパンの理事会で工場を再検査すらことも提案されていたのに、最後は白川社長が再検査せずに取引を再開したらどうかと進言したらしい。 もうここまでは国民にバレたのであれば白川社長は今すぐにでも責任を取ってやめるべきですずるずるとポストに居座るとメディアが騒ぎ出し文春法もさらなるスキャンダル発表を待ち構えておりビッグモーターとのズブズブの関係が表面化しますさらに YouTuber の間でもでも炎上するのは明らかであり損保ジャパンのイメージダウンにつながります 大企業の社長がどのような責任を取るのか待ち構えています。9月末に記者会見なんてナンセンスです。